皆さんこんにちは、太郎です。本日は7月22日月曜日です。はい、ということでね、本日も田んぼに来ております。はい、見ての通り田んぼでね、ここは、はい、そう、もこしひかりではなく夏の闇の田んぼですね。そうなんですよ、昨日おとといとね、防除以外の動画を投稿しましたが、昨日が GPT2 チャット GPT みたいでかっこいいですね。はい、ガーディアンパカパカ太郎2代目の設置、そしておとといが草ネムということでね、やりましたけれども、そうなんですよ、本当はね、この夏の闇の防除をねしたいんですよ、私も本当はね。それがね、昨日おとといが野球ソフトだったからしなかったというわけではございません。はい、何も動画とこうしてね、再生回数が回らないからしなかったわけでももちろんございません。違うんですよ、農薬散布が回らないから農薬散布をしない、そういうわけじゃないんです。あのね、穂が揃わないんですよ、なかなかね。はい、例えばここもう見てくださいね、え、出水はしてるんですけど、私の中でね、まだまだなんですよね。この穂がね、なんだろう、葉っぱより上に来てるぐらいが多い感じが、なんかこのてっぺんぐらいですね、それがなんかいいかなとか思ってるんですけれども、勝手にですよ、あまり穂がね低い状態ですると、あの花が咲いてる状態で入っちゃうというかね、なんて言うんですか、あんまりなんか精神衛生上良くないなという感じなんですよね、私の感触的に。はい、そういう田んぼが多くて、ここはね散布できるなとね、穂がどんどん上に来てるでしょね、さっきと比べると。そうなんですよ、なのでね、迷ってて正直、今日散布するんですけど、このできるところだけでも、もうね、農薬散布が進まない、そういった状況でございます。やだな、ここちょっと植え直しもしたのでそれかなと思いながら他のところも見るんですけれども、ね、こちらはね、ほらちょっと穂がもう垂れてきてるようなね感じがどんどん出てるんですよね。はい、いいですよね、これも予防しようかなという見た目ですけども、ほらこっちまだなんか隠れてるでしょ、穂が。なんか、出水はしてるんですよ、ほら出水はしてるんですけれども、全然ね、まだでしょ、私的にまだなんですよ。皆さんします、この状態で。しないですよね。いや、しないです、わかんないですけど、わかんない、穂揃い防除ですね。こっちだったらまだわかるでしょ、これ日当たりの問題かな、日当たりの問題でもないと思うんだけどな。なのでね、日当たりじゃないと思います。だってこれの上の田んぼは穂が出てないですもん。ここは出てますけど。もうね、困ってます、私も。どうしようかなと。なので、できる田んぼだけでも、ね、予防していこうかなと。もちろん、ここ、この塊より遅く田植えしたところは、まだこれより成長が若干遅いですので、何日か分ね。はい、ちょっと田植えが長引いたからかな、いろいろ天候不順だやらなんやらかんやらありまして、今年の田植えはちょっと長引いたんですよね。その影響からか、ちょっと出水が遅いです。はい、こんなに天気はいいんですけれども、あるんですけれども、そういう事情が。だからといってね、穂揃い防除、穂が揃わないうちにしても意味がないのでね。防除、もしフライングでやったとして、その後カメムシが来たってなったら何をしてるか分かりませんもんね。いや、でもなんか白い方が目立つな、ところどころ、このようにカメムシも多いのでね、今年はしっかり効果のある防除をねしていきたいなというところでございます。はい、もうね、これあんまり待ってると稲刈りが始まってるんですよね。もう稲刈りしてらっしゃる方いますので、
もちろん私もね、もう、まあ、このね、まあ、台風崩れの雨が過ぎてからかなとは思ってるんですけれども、それでもぼちぼちとね、いろいろ準備したいんですが、なかなか防除が終わらないと気乗りしないな。ほんとあとね、4兆もないかなっていうぐらいなんですけどね。やれば1日で終わるか、まあ1日じゃ厳しいか、1日2日。まあ急げば1日で終わるぐらいの量なんですけれども、といったところで悩ましいですが、ぶつくさいってても進まないので、防除始めようと思います。それでは準備して散布してまいります。はい、ということでやっていきたいと思います。よし、はい、もうホースも引っ張って豆腐も入れております。よし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 、はい。でね、まあ、ちょっと初めて見ていただいた方でね、まあ、草刈らないのっていう、はい、ご意見またはコメントをねしようかなと考えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、借りませんということで先に言っておきます。はい、それではやってまいります。まあ、ちょっとね、稲刈り前なので、もう草刈りとか、まあそういうね、作業に時間を、はい、使いたくないですね。よいしょ。あ、もちろんコシヒカリの方はね、もう草刈り済みなので、あ、皆さんのね、草刈ってるっていうこの基準に合うかどうかと言われるとちょっと不安ですけれども、あ、ちょっと胃もちも出てるな。よいしょ。やっぱ今年はちょっと多いですね。まあ結構胃もちが出たという話はいろんな方からね、今年は結構聞くんですけれども、ちょっと待って、ホース持ち出そう。あったあった、あとちょっと出ちゃったな。まあもう腰光は出なかったんですけどね、私の場合夏の笑みが、まあ、これ出やすい品種なんですけどね、まあ、まあ壊滅的な胃もちではないですが、スポット的に、あと風通しの悪い地区とかね、そういったところを中心にちょっと出ちゃってますね。ふう、いやー、もういいかな仕事の話は。もうね、仕事どころじゃないんですよ私ね。もう悔しくてね、昨日のがいやー悔しい、まだ悔しいです。はい、昨日のね、自分のね、パスボールをね、なんかね、昨日寝る前にいろいろ振り返りながら、まあね、試合内容振り返りますよね。あ、昨日ソフトボールの試合だったんですよ。はいはい、試合行くなら草刈れようと思われるかもしれませんが、まあそれはね、はい、ご愛嬌ということで。でもね、ソフトと野球が大事ですので、はい、もうね、負けたんですよね、九州大会、一般男子九州大会、宮崎県予選、負けました。はい。はい、負けたんですけれども、すごい悔しい負け方してね。決勝点がね、もう最終回、最終回というか、まあ時間ギリギリまでですね、1対1、同点のまんま、行ってまして、決勝点を、私のね、パスボールで2点目与えてしまったという。まあね、未だにね、ネチネチ、もう一晩経ちましたが、まだネチネチ悔やんでます。はい。そうなんですよ。私ネチっぽいんですよね。もう悔しさが取れなくてね、なんか、寝る前に投球モーション考えながら寝てたらね、ボールを投げるタイミングでビクって体がなんかやっぱ動いてね、目が覚めたりとかね、寝つけませんでした。9時半には布団に入ったのに、11時ぐらいまでね、記憶があります。はい。もうね。いやー、初球ね、ドロップ、ストライク、空振り取ってね。
まあ、しっかり、まあ、投げれて、コースは甘かったですけど、まあ、落差があったので空振りしてくれてね、よしよしと、手に引っかかってるなと思って2球目ライズボールですね。チュルンと、もう親指がチュルンっていったのがあって、もう声が出ちゃいましたね。もう球がもうその場でストンって落ちる、まあもう全然引っかからなくて、もう普通にワンバン投げちゃって、あーやっぱまあ仕事の影響もあるでしょうけど、すごい代謝がいいんですよね。ほんと暑さとか正直ね、まあすごい暑かったんですよ。もう事務局の方からもあの一昨日か搬送されてる方が結構いるので気をつけてくださいと言われたんですけど、私元気でね、このねスマートになる農業ね、はい、こういったね日々の作業をこなしているからかすごい元気でね、体力的に余裕だったんですけど、この手汗マネジメントですね。普段はねこのように、まあ、涼しくしてくれるこの手汗もいざ試合になるとまあ邪魔。あ、昨日はねもう丁寧に1球1球ね、え日本ハムの伊藤博文選手のごとく、まあそこまでは量はつけ、うわすごいカメムシの量、あそこまで大量にはつけないですけど、まあねしっかりしっしっかりつけてたんですが、しっかりって毎回ですね、毎球ごと指先にちょっとつけてね、指先の手汗をまあ乾かすようなね感じでね、丁寧に丁寧にしてたんですけれども、最後の最後滑っちゃいましたね。本当もいやまあその後悔しいのでね、まあいろんなチームの方に、いろんなチームじゃないな、違うチームの方に手汗対策についてねいろいろ聞いてみたりしたら、結構あったかい、あの言われたことがね、そこまで手汗かかないよとマジかよと思ってね、やっぱこれはもうまあジャンボタネ一人一人お付き合いですよね、かかないんだなと、まあ、率直な感想でした。はい、そこまでは書かないと、私はかなりやっぱり多い方らしいですね手汗。あだからってもうしょうがないので、それ分かってるのでね、何かしないと。だからまあいろいろねキャッチャーの人とも話したりしたんですが、例えばね制汗スプレーですね、あの脇とかにする8-4か、ああいったね、ああいったのを活用する、あとはまあ、アームカバーの内側に入るような、私アームカバーしてるんですけれども、あの、ルール上 OK なのでね、アームカバーして、その内側にね、まあ、リストバンドといっても、あの、ボコってしたやつは、あの、タオル状のものはね、ちょっと違和感あると嫌なので、もうなんていうかな、薄いやつをするとかね、まあ、ちょっとそういった対策をするしかないよねという話になりましたね。なので全然ね夏場の試合ってまあもうスタミナ重視にしてるんですけれども、出力上げれないというかね、イニングが進むごとにどんどん汗かくごとに手が滑るので、秋冬の試合とまた違うんですよね、ちょっとね、パフォーマンスが。秋冬はそこまで手汗出ないのでね、ガンガン、もう体力の限り投げるということができるんですが、あと要所要所のフルパワーとかね、まあ、フルパワーが効いてるのか効いてないのか分かりませんけれども、力んでも意味ないのでね。要所要所、おい、えいやってやることができるんですけど、くっそーと思いながらね、昨日は、まあ確かに恐る恐るでしたね。
ああと思いながらね、天文館が9月末に天文館行く予定がなくなっちゃいましたね。天文館というのは鹿児島の繁華街ですかね。天文館いますよね。九州大会行って、まあ勝つか負けるか分からんけど飲んで帰ってくるというね、楽しいソフト旅行がねなくなっちゃいましたね。ただまあ収穫もあって、昨日ね言った通り、もう今日ね仕事の話しないですよ。はい、もう農場の話を聞きたい方はね、チャンネル登録と高評価押していただいてね、ちょっとね倍速にしていただいて、一度画面を閉じていただいていただけると幸いですけれども、はい、収穫もありまして、それはね、まあ、この炎天下の中、昨日もねもう熱中症警戒どころじゃなかったんですよ、本当ね。まあ言えばもう本当みんなハーハーしてる中、まあ1試合投げ切った、でその後ね、投げ込み、別で投げ込みもねちょっと受けていただいて、キャッチャーの方にねやりまして、まあ1試合分に近い球数は投げれたのかなと思っております。まあ、なので、まあ、炎天下でも、まあ、2試合は成立、いいピッチングはうんぬんじゃなくて、試合をね成立させることは可能だなっていうのがね分かってきました。まあ、体力がついてきてるなと。でそのどう体力をね向上させる、この試合に向けての体のマネジメントというかね、それもねなんかちょっとつかめた感じが今更ですがありますので、これ結構でかいなと思ってます。はい、このね運動、まあトップリーグとかの選手じゃないので、もちろん草ソフトですのでね、はい、選手寿命、生命としてはね長く取れるので、まあ、このね調整を続けていけば、まあ長く続けれるんじゃないかなというのが感じることができましたね。まあ、昨日はね惜しくも点数、私も打者としては、内野フライ1本、そうなんですよ、私もね打者としてね、うわカメムシがすごい、なんでここんなにいるの、1打数0安打か、打者としては一度ねチャンスで2アウト2塁で回ってきましたが打てずショートフライで、2打席目はデッドボールということでね、そうなんですよね、チャンスをね一度潰してしまっておりますので、まあ、そこも課題なんですよね。結構バッティングもいろいろ上手い人に習ったりね、そのメンタル面気持ちの準備の仕方とかね、いろいろ思考の準備、思考的な準備の仕方ね、頭の中での、まあ、そういったのをね考えながら結構備えてはいたつもりなんですが、まあ打てませんでした。まあまあまあでも、まあ、しょうがないかなと、しっかりね考えながら打席に立てたのは良かったかなと思っております。はい、まあ、ただねやっぱりまあ事実チャンスを潰してしまったのはあるのでね、うん、まあ、そこも一つ課題かなというのと、まあ、先ほどのね、うわすっごいカメムシ飛んでる、なんだこれ、もうまあ防除ね、防除じゃない、さっき2試合分投げれたのがでかいと言いましたが、まあ、要は試合をね成立させさえすれば、かなりねチームの若返りは図られてますので、まあ、野球経験者が多いんですけれども、
まあ、小学校の頃ソフトしてたとかで選手も多いので、まあ、もう慣れの問題なんですよね。この子たちがねどんどん慣れてくれば、まあ、要は勝つ可能性もね増えてくると。なので試合を成立させるだけでもねだいぶね、はい、状況が変わってきそうだなというのが本当肌身に感じております。なので、うん、もう私としてはピッチングの方はもう、まあ、もちろんいろいろ課題はありますけれども、とりあえずこの、ね、スタミナ的な、はい、改善を続けてきましたが、そこも、まあ、これもね続けてやっていきたいなと。であといろんなね、まあ、球速とかコントロールとか汗のマネジメントとかありますけれども、まあ、そこら辺も考えながら、まあ、ただよりなんかねちょっと、まあ、簡単に考えるとあれだな、なんていうか試合を成立させるだけで勝率が上がりそうな気がしているのがすごくね今楽しみです。はい、やっぱりソフトボールってね足が大事なんですけどね、足が速い選手がかなりいますのでね、その子たちがねバットに当てることを慣れてくれればくればもうこれはねでかいですよ。もう相手チームからしたらね足の速い選手ってストレスでしかないので、打つ選手より足が速い方が嫌ですもんね。打つ選手も嫌ですけど、足が速いと打たれた後もいろいろ面倒くさいのでね、まあ、打つ選手って言ってもね 3,4 割ですよ打率。足が速いと全てがヒットにつながる可能性があるので、ゴロだったらもう昨日もピッチャーゴロでセーフになりそうになってた選手とかいましたのでね、バントじゃないですよ、ピッチャーゴロですよ。もうそういう選手がいるのでね、もうチャンスなんですよね、本当にチャンス。しっかりね、なので私はまあいろいろね、まあ三振がバシンと取れればかっこいいですけれども、そういうピッチャーじゃないのでいろいろもういろいろ考えながらも、まあ、まずは試合をね成立させる2試合、1日2試合投げれればねほとんどの試合はまあ OK なので、うん、それをね意識してやっていきたいなと思いました。で本当あと体力向上につながってるあと一つはですね、やっぱりこの今もう2週間ぐらいお酒飲んでないかな、この試合に向けて全く飲みませんでした。でもなんか飲まなくていいなって感じになってて、今はですね、またぶり返しちゃうかもしれませんけれども、まあぶり返すんでしょうけれども、飲まなくていいなって感じになってるのがすごくいい感じです。で体の疲れもね、まあ、昨日一昨日あんなにね動いてたんですけれども、まあ、昨日なんて2試合投げて子供と公園行ってその後まあ仕事してとやったんですが、今日ね、まあ、多少の筋肉痛はありますよ。もちろん筋肉痛になろうと思ってめちゃくちゃ投げたのでね、まあ、その分の筋肉痛ぐらいかな。ただ全身痛いとかじゃなくてちょっとね脇腹が痛いなぐらいです。ほんと2週間お酒飲まないだけですごい若返った気分です。なんかバイタリティに溢れてるというか、まさかあの2試合投げた後にね、しかも週間で一睡もせず子供連れて小林まで行くとは思いませんでしたもんね。まあ野尻ですけどね、元気だなと思いました我ながら。まあ多少の眠気はありましたけれども、全然その多少ですので、多少って多と少って違いますね、まあ、少々ですので、
そこまでなかったかな。なんか元気なんですよ、本当。体力があるというかね、エネルギー切れにならないという方がいいかな。うん、体力があるというよりは体力切れにならない。まあ昨日はちょっとカロリーも多めに取ってましたので、試合ということでね。やば、カメムシの量、めちゃくちゃカメムシいます。こいつら本当当たったら死ぬんだよね。というぐらいいます。なんだろう、一面カメムシ多いな。ちっちゃい飛んでる虫見えますかね。トンボとカメムシしか飛んでません。すごい、死ぬでしょう。まあこんなに当たれば死ぬって言いますもんね。苦しいのかな。みんなカメムシが葉っぱの先っぽに避難してるというか、登ってきてますね、葉先に。何なんだろう。めちゃくちゃいる、気持ち悪い。はい、なんか最後ちょっと私体力が上がって嬉しい話だったのに、めちゃくちゃカメムシいるんですよ。ちょっと今 GoPro じゃねえ、映りにくいと思うんですけど、めちゃくちゃいるんですよ。いやー、道理で白い方が多いはずだ。イモチとはなんか違う感じの方がね、まあ、これちょっとあの全白く、頬全体が白くなってるのはあれですよね、これ多分なんかあの受粉ミスというかあれですよね。もう全部その方が全部すっからかになっちゃってるようなのだと思うんですけど、いやー、うわっ、やばいやばい。そんな感じでね、いろいろ昨日のソフトについて振り返りながら、最後はカメムシにビビるというね展開でしたが、いかがだったでしょうか。こんな感じでね、あ、ちょっと仕事の話戻ろう。ちょっとまあ冒頭話した通り、穂がね揃ってなかったりするんですけれども、まあ、ちょっと今のカメムシの状況を見るとあんまりゆっくりもしてられない。どうしよう。でも穂が揃ってないからカメムシうんぬんじゃないもんな。まずは出水だよな。出水、穂揃い、出水はしてるんですよ。穂が揃う、そこですね。そして散布と、ちょっとここのタイミングはちょっと譲れないのでね。まあでも稲刈りのタイミングも譲れないので、やっぱり優先順位一番は稲刈り。ああ、でこれもちょっと優先順位高いよな、この作業も。ああ、まあちょっとそんな感じなので、ちょっといろいろ考えながらしなきゃなって感じですね。まあはい、考えること多いですけれども、まあ、冷静に一つ一つ全てね天秤にかけて、優先順位を1からねしっかり並べて、それごとにしっかり作業を済ませて、はい、まあ、慌てないというかね、そういうパニックにならないようにね、はい、冷静に作業したいと思います。で皆さんの地域もですね、もう私も今そうですが、はい、くさついです。もうほんと暑い。皆さんの地域もね、ものすごく暑いかと思われます。くれぐれも体調等気をつけて、お互いにご安全に農作業頑張っていきましょう。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画良かったよって思った方も、うーんと思った方もですね、いずれにせよコメントと高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼いたします。